おはようございまーす。ティレット申しまーす。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。冬将軍の到来です。2022年秋。まあこれ撮ってる時期なんですけど、アップされた頃にはいつかわかんないですよ。2022年秋。冬将軍が到来しました。寒いです。あのね、夏通り越して秋だなと思った時に、もう冬なんですよね。もう長袖を脅すみたいな感じ。もういきなり。いや、急に寒くなったね。一体どうしちゃったんだろうね。冬将軍来ちゃったかな。いや、まあ、地球温暖化という言葉もありますからね。暑かったり、急に寒かったりね。おかしな気候でございます。で、今回なんですけど、まあ、以前、結構前かな。自分が実機時代にやってた写真画のチームで戦うみたいな、あったじゃないですか。で、今回もちょっともう一度それをやってみようかなと思います。はい。実機時代に帰って。で、まあね、写真を振り返ってみるとね、あんな写真やこんな写真。あ、こいつやってんな、という写真もありました、正直言うと。あ、こいつやってんな、と。こいつやったわ、みたいな、ありますよ、やっぱり。うんうん。その中でね、ひときわ目を奪ったのは、この写真なんですよ。はい。なんだこれ。それでは登場していただきましょう。カマッチ、ヘルミーストドラゴンゾンビマイナーなんだよなぁ。なんか似たいがよ。いや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 、もうマイナーすぎてさ、アンダー20出れるやん。今気づいたけど、カマッチとヘルビースト、ドラゴンゾンビ、こいつらまあ、ドラゴンゾンビはともかくとして、他がマイナーなおかげで、思いっきり出れますね。アンダー20にも。このね、当時、僕はやっぱり学生だったわけですよ。これをゲームやっていたとき。あー、挑発はカマッチが飛ぶな。まあ、当時ね、やっぱね、100円って貴重なもんで、学生にとっては。まあ僕は中学生の頃でしたからね、言っちゃうと。中学生の頃、やっぱ、一つでもやっぱ、無駄なプレイをしたくないということで、チームを計算してたんですよ。他にもこういうチームあったりしてたんですよ。あ、サラストライクやばい。まあ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 、大丈夫か。だから、HP 計算をして、どんななんか、せめて HP の計算をしてたかな。その頃から俺やってんなと思ったけどね。なんでそんな写真あんのって思うけどな。確かに。結構俺ガチだよな。結構桃田に対してガチで挑んでいた感がね、否めません。正直言うと。まあ、見た目が似とるけどな、この2体な。あ、行け、骨の雨行くぜ。バラバラバラ、ドン。あ、破壊力あんな、意外と。さあ、カマッチ。右手に持ったカマで。呪われる、よいしょ。おー、さすが呪いのカマ。しかし問題は分裂がね、2回発動してしまうってこと。全体攻撃良くない？会心は狙えないんだね、このパーティー。で、今回はね、カマッチにゴールドのミミックをスキャンしてるんですよ。なんだこれって初め思いましたけど、あ、よくよく見たら、あれっすね。打撃耐性が上がります。身の守りと。身の守りと打撃耐性が上がるマスターダブルスキャンなんで、決して悪くはないと思います。うん。で、ヘルビーストにスキャンしたのは、まあ、2アークデーモンっていうべきかな。なんかスラストライクこんだけになってるね。よかったよかった。普段だったら300ぐらい食らうところをだいぶ軽減してるね。ヘルビーストにスキャンしたのは2のアークデーモン。賢さが100伸びるっていうやつですね。よくある。まあまあまあ悪くはないんじゃないかな。って、そこに攻撃したの？君。分裂されまくってるけどな。なんかフモグルめっちゃ増えてるぞ。いったーっていう。スモールグルめっちゃ増えてんだけど、そのせいで。もう、で、だから、火力増強、わーい。火力増強は、してるっちゃしてるのか。自己フラッシュでね。なんか、どっちかでもこれ、対人で、なんか、輝きそうな、パーティーになってんな。あ、いいね、それ。それ、いいね。
え、でもさ、俺対人まで意識してたっけな。まあ確かに対人はできたけど。痛いなもう痛いな分裂。なんでそんなポコポコ通行出すの。行くぜー、やっぱりこれよ。海竜にいいとこはなさすぎるな、やっぱり。いや、対人向けのチームなんだろうなっていうのはなんとなく想像がつく。カマッチで打撃耐性克服したマスターダブルスキャンして、事後フラッシュで相手を止めてとか、なんとなく理解はしてきたんだけど、このチームが。使っていくとね。いや、使っていくとわかるね。わかってくるのよ、どん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 ね。ダクチ。ダクチって誰に行くの？カマッチだよね。いくら打撃の体勢増強してもさ、飛ぶっちゃ飛ぶんだよな。いやー、補えるほどではないと。自分弱点を補うんやったらプラチナキングスキャンぐらいじゃないとダメだと思うんだよな、こいつ。ミミックじゃ。多分もしかしたら当時持ってなかったのかもしんね。さあ、自己フラッシュ。いけー、はいしょ。いやー、光に強い2体がいるせいで、こんな目にあってんのが。骨の雨をゴールデンゴーレム、オッケー。通るところに行った。いけ骨の雨、優勝、これ削り切れる？ちゃんと。なんか怪しくなってきた。ヒートサイクロンとかさ。あ、カマッチ避けた。よかった。一番食らうのはカマッチだからな、そういうの。あー、バギマはやばいな。このチーム弱点という弱点はね、思いっきり食らうからな。まあまあ、もうちょっと余裕を見たいな。もうちょっと余裕見せていきたいな、このチーム。まだいけるでしょ。普段の感じでご利用してほしいんだけど、火力なさすぎない？君たち。君たち火力がないな。大丈夫か本当に。火力がないぞ。モーニーのほか。え、強いものには強いのはわかる。あ、ゆりかご、ちょっと待って。やめて。あれ？あー、ヘルビーストヘル、え、ちょっと待って。お前、あれだね。対人向けチームすぎて、火力ねえな、お前ら。俺よくモンバスでさ、モンバスの俺のと合成で大体火力にぶっぱすんじゃん。今回の場合、割となんか対人向けでバランス取ってるみたいになってんのよ。痛い！ちょっと待ってちょっと待てって、ちょっと待てって。魔王戦まででさ、何？魔王戦まででちょっと迷っちゃった、迷っちゃった、結局迷っちゃった。結局迷っちゃった。魔王戦にやっぱ勇気にドーンってやりたいのよ、俺。いつものプレイだったら、火力ぶっぱだから。これパーティーもしかして、俺は今の采配ミスってわけ？今勇気貯めとけばよかったもん。対人向けチームだなーって。強烈なトップが吹きしさぶー！お、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 な、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 な。ラリホーを唱えるぞー、ラリホー。くさぶえるように吹き始め。あー、お、な、な、めっちゃ寝たーめっちゃ寝たー。かまっちすげー。おぉダークサッシュは全然余裕よ。余裕余裕。それは余裕だわ。18って何？すげえ。起死回生の逆転勝利や。ここで、事後フラッシュ正しい、ビームは目からビーム、よいしょー、オッケー奇跡を起こすな、こんなところで。おぉ、いいね。続くぜ、この動画。さあ。二回戦を奇跡の突破をしてくれましたけど。さあ、魔王戦はどうなのか。さあ、相手はセブンの魔王、オルゴデミーラ。火力足りるかな？イケメルビン、怒涛の羊じゃー！マリベル一斉突進怒涛の羊で3326。さあ、問題は魔王戦はいいんだ。多分魔王戦はさすがに突破できる。で、問題はね、耐久力なんだよな。でも魔王の攻撃に対しては強めなんだよね、割と。うん、暗黒耐性はいいし。物理耐性がヘルビーストドラゴンゾンビ、まあ、極のみ高いっていうレベルなんで、カマッチだけなんですよ、打撃に弱いっていうのは。単打撃に弱い。ただ、魔王の攻撃って大体暗黒含んでるんで、暗黒耐性あるって言うだけでもな。まあまあまあ、大丈夫でしょ。
大丈夫大丈夫大丈夫、持ち前の断国体制で耐え立ってくれ。やっほー、ああ食らいすぎや。ヘルビーストヘルビーストが食らいすぎやな。他の二人は暗黒体制やっぱあるな。ヘルビースター属性攻撃にね、もうめっぽず、おぉカマッチすげえぞ今日。ちょ待って、カマッチが乗ってる、ノリに乗ってるぞカマッチ。呪ったんだけど、オルゴデミーラって呪われんの？まあ呪われるんだけどさ、それこのゲームだったら呪われし、呪われしオルゴデミーラ、いいのかオルゴデミーラ、そんなんで呪われしオルゴデミーラ、恥ずかしいぞお前。じゃあ光の玉で悠長に行きますよ、それだったら。それと悠長に行かせてもらいますよね。これで大魔王戦だいぶ余裕だぞ。ここでね、ここで、ジゴフラッシュ、よく選んだ、目からビーム、よいしょ、オッケー。すげえ、オルゴデミーラを呪うだなんて。これはびっくりやわ。カマッチちょっと期待できるかもしれん。魔王戦を早々に突破し、この何これか、何これって言っていたこのパーティー、だいたい使い方が分かってきましたよ。大魔王いけんのかな、これ。どっち？相手にとって、不足はねえ。天魔オルゴデミーラ、赤目オルゴじゃねえか。相手にとって不足っちゅうもんはねえな。勇気は問題ないから、とどめは打てると思うんだけど、不安になってくるのは火力面。そして、まあ、耐久面もちょっと不安だね。叩き伏せるされると厳しいか？カマッチが叩き伏せられちゃうもんね。263。そこそこいいダメージ出てる。で、問題、ジゴフラッシュ、君だ。いくらマスターダブルスキャンしたところで、君の賢さはもともと22なんだ。いけ、ジゴフラッシュ。ダハハハ、ダメだ、こりゃ。一番ダメージ出んの、もしかしてドラゴンゾンビ説まであるな、これ。安定して立てんの。ドラゴンゾンビか、もしかして。オッケー、ドラゴンゾンビ行こう。いけ。ゆっくりと。骨の雨、行くぜ、俺もでかいぜ、行けははは、骨の雨が一番出るわ。まあ、ここも行こうか、素直に。早めのとどめもありかも。こいつら。ちょっと3段目とどめ打つっていう、ちょっと変わったルートでやってみるか。それはありかも。3段目は行動緩いから、オルゴデミーラ。3段目で合わせるか。よし、それで行こう。大魔王勝てるかもしれんぞ、ワンちゃん。叩き伏せる、やばい、ちょっと待って、その2回攻撃やばい、誰？いや、カマッチ、カマッチ、お前はいくら増強したところで打撃体制が皆無なんだ、やめろ、やめてくれ。くそー、たまにブレてね、本当にたまにブレてね、打撃に硬い2体に行ってくればよかったけど、これは絶望的や。いや、まだいける。まだいける。まだ負けてない。とりあえず、とどめ打って、残り2戦になるから、SP カードで追い詰めるか、防御の択を取って、うまいこと引き伸ばすか。まずこのターン耐えよう。おっと、相手の攻撃耐えれる、打撃耐性はある、いける、耐えろ。やっぱりカマッチがダメ。カマッチ、お前打撃体制どんだけ増強してもカマッチはカマッチなんだよ。オーケーオーケー、分かったよ。対人向けチームだなって思ったのよ、確かに。なら、同じアンダー20で対人しようや。まあ相手はバトルマスターでね、アンダー20で組んだライダー軍団。来たね、ライダー軍団。さあ、これを超えてみようか、じゃあ。え、対人向けパーティーだなって何回か言ってたんで、本当に対人でやってみましょう。でも、本当に回っちゃうんじゃないかな。呪いの鎌あるし、ジゴフラッシュで命中低下も狙えるし、普通にいけそうな気がしないでもない。耐久力はある。耐久力はそこそこあると思う。こういう対人になってくると。でも、カマッチが結局打撃弱点だから、打撃が飛び交うね、モンバトレは厳しい戦いを強いられるんじゃないかと思っておりますが、獣人山が誰に行く？ヘルビースト！よし、硬い。ヘルビーストは打撃に硬いから大丈夫だ。これ主人公乗ろうとでかいよ。
呪われる、よいしょ、ああ、効果抜群だ。おお、いいね。やっぱ対人向けなんかな。光の玉使って勇気逃げ切りもありだぞ、これは。耐久を生かして。この二度目はマジででかいかもしれん。まあ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 、火力はないのは仕方ないから。呪い、ここでこんな刺さるか。あれ、こんな刺さるんだ。呪いの釜自体が強い技ではあるんだけどね。耐久性捨ててるけど。釜っちゃね、難しい、扱うのが難しいんだよ。さあ、自己フラッシュで。いいねー、おー、いいねー、これはいいぞ。マジでいいかもしれん。いけるかもしれん。ありかもしれん、このチームは。耐久力もね、こうしてみると耐久力あるな。ただね、実際問題ね、自己フラッシュ、疾走雷突きの前には無力だな。いったー、くじっと。そして、蒼天技も特技になっているんで、まあ、大事が、属性攻撃。いった、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 え、ちょっと待って。150人くらい取ったぞ、カマッチよ。あれ？もう取り返されてる。こっちの打点はないからね。光の玉で逃げ切ろうと思ったけど、もう一ね、呪いの釜で止めるのはありかもしれない。呪いの釜、よいしょ！うわー、えげつね。いや、でも、こいつはマヌーサ入ってるから、まあ大丈夫じゃないかな。いったいったいった、ちょっと待って、待てって、お前ら、張り切りすぎじゃねえか？ダークランドたち、張り切りすぎじゃねえか？いや、まあ確かにそういうモンスターなんだけどさ、君たちは。そういうモンスターではあるんやけどさ、そんなに？それやったらもうちょっと、他の動画で出したら頑張ってくれよ、お前ら。なんか敵対した時だけ強くなりやがってよ。光の玉で勇気チャージしよう。勇気の逃げ切りを狙います。相手はゴリ押し。いや、このターンに勇気溜まるかなと思ったら草笛含んだ君はね。いけ、ラリホー、ラリホー。あ、一体聞いた。一体かー、渋いなー。勇気溜まるかな、それ。これ、やばいな。これ、ご利用されるな。このままじゃ。痛い。ちょっと、かまち、ピロリとかしてもいいんだよ。このままじゃ、ご利用されて終わるよ。骨の飴。イエーイ、行くぜ、おら、伊達はもう完全に不利だから。でも、試されてるね。ヘルビーストがここでね、自己フラッシュで勇気ギリギリ溜まるかな、ラリン。ラリホーがちょっと、あれやったか。自己フラッシュ選んでるね、ちゃんと。これいけるか、ワンチャン。溜まるか、勇気、勇気溜まるか、勇気溜まれ。あ、そう、ライダーを見たら、もう一体ライダーが足りないなって思うじゃないですか。というわけで、二つの刃で、スパイアースワンシュ、いくぜー！途中まではかっこよかった。